フィリップ2世は、チャルトール公、後に、オルレアン公、1715年から1723年まで、ルイ15世の摂政を務めた、フランスの王族で、オルレアン家当主。ルイ14世の弟オルレアン公フィリップ1世と、5歳エリザベート・シャルロット・ド・バビエールの子。大同盟戦争で、従軍、1691年のモンス包囲から、軍人としての経歴をスタートさせた。 翌1692年に、ルイ14世とモンテスパン夫人の間の諸子である、10枚のフランソワーズマリーと結婚したことにより、王の行為を勝ち得た。同年のステーンケルケの戦いと1693年のネイル・インデンの戦いにも参戦。1701年の父の死により、オルレアン行為を継承した。スペイン継承戦争にも参戦。1706年に、 フェルディナンド・マルさんと共に、イタリアでの作戦を担当したが、トリ包囲中に、プリンツオイゲンに吸収されマルさんは戦死、フィリップ二世はフランスへ敗走した。翌1707年に、スペイン戦線に移り、ベリック港の援軍に加わり、スペイン制圧を進めて、フランス優位に傾けた。しかし、フィリップ二世は、ただの軍人で終わるつもりは妄頭なく、 ルイ14世の孫のフェリペ5世に代わって、スペイン王位につく野望を持っているのではないかとルイ14世に疑われた。結果、長く王の不況を買う羽目となった。1715年のルイ14世の死により、前もって、摂政会議の座長であった、フィリップ2世が5歳のルイ15世の摂政に就任した。彼は当初、朝税を減らしたり、政治から遠ざけられていた貴族を中心とした。 集団政治を企画したり、2万5千人の兵士を解雇したが、すぐに行き詰まった。経済では、銀行家、ジョン・ローのリスクの高い施策を認めたため、フランス王家はくじにも指示にも、破産状態の危機となっていった。1717 17年には、ローと三モ門公に吹き込まれ、接触会議を解き伏せて、トマス・ピットから、当時世界一の大きさと謳われていた13万5千ポンドも、 する141カラットのダイヤモンドをフランスの王冠につけるために購入させた。このダイヤモンドはルレジャンの名で知られている。フィリップ2世とルイ15世以下の政策として1716年にイギリスと協調関係を結んで平和外交を展開。宮廷を一時ベルサイユ宮殿からパリに移したことが挙げられる。フィリップ2世はパレロワイヤルでサロンを開き、 絵画の膨大なコレクションを所有していたが、フランス革命後に多くが、ロンドンで売られてしまった。ソルボンヌ大学の長考を無料とし、王立図書館を公に開放するなど、教育を奨励した。1723年に、青年に達した、ルイ15世は申請を宣言、フィリップ2世は摂政を降りて、最小となったが、同年12月に、ベルサイユ宮殿で死去。 生誕地産苦労場城に葬られた。オルレアン行為は、息子のルイが継承。最小には、コンデコー、ルイ4世が就任した。フランソワーズマリーとの間には8子が生まれた。他に、多くの愛称がおり、数人の諸子を設けている。ありがとうございます。